ニュースをお伝えします。朝鮮労働党と共和国人民軍の最高指導者金正恩元帥がフィデル・カストロ前議長の逝去1周年に際して25日中朝キューバ共和国大使館に花冠を送りました。花冠はフィデル・カストロ前議長の写真の前に捧げられました。敬愛する最高指導者金正恩元帥の革命活動を8日から21日までの間に各国と地域の報道機関が報じました。ベネズエラのテレスル放送、ダウス通信、ネパールの新聞ゴルカエクスプレス、インターネットメディアのネパール等で、父思想及び戦後政治研究、ネパール気象協会のホームページ、父ネパール、インドの新聞、アジアカバルディーリー、ドイツ判定フォーラムのホームページ、現地指導のニュース、ギニアの国内国際放送、7つの民族の放送、そして、ナイジェリア、キメイソン・キム・ジョゲ主義研究全国委員会、今後民主共和国、父思想研究全国委員会、北朝鮮地区朝鮮友好協会、イタリア朝鮮民主主義人民共和国友好連帯協会、イタリアミラノ父思想研究センター、ポーランド朝鮮民主主義人民共和国探求のための国際親善発起、ナイジェリア日本部のある朝鮮人民との友好連帯アフリカ地域委員会のホームページに、クムサントラクター工場の現地指導が載りました。ネパールの新聞アルタン、インドの新聞オーシャンニュースポイントには、3月16日工場を現地指導し現代化の課題を示したことが、ドイツ判定フォーラムのホームページ現地指導のニュースには、同じニュースとともにリニューアルされた天安化粧品工場を現地指導したことが載りました。マスコミ各社とホームページに金正恩元帥の写真が共に載っています。偉大な金正恩総書記を偲ぶ委員会が、全ロシアレーニン共産主義青年同盟とロシア連邦レーニン共産主義青年同盟で、金正恩総書記を偲ぶ委員会がセルビアのベオグラードでそれぞれ発足しました。各委員会は11月14日から12月24日までを総書記を偲ぶ期間です。総書記の尊い革命的生涯と不滅の業績を称える政治文化の催しを行うことにしました。25日全国果樹栽培部門メッセージ者会議の参加者がクムサン太陽宮殿を訪れ、偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンウン総書記に崇高な敬意を表しました。最高人民会議常任委員会で災害防止及び救助復旧法を修正補足しました。修正補足された法は6章63か条からなっています。これにはこの法の使命、災害救助及び復旧の原則、災害防止及び救助復旧計画の実行、災害性自然現象についての観測と放置、災害防止及び救助復旧物資の造成と供給などが規定されています。共和国各地の作家たちが文学作品の創作で成果を収めています。作家たちはこの1ヶ月の間にも、朝鮮労働党中央委員会第7期第2回総会の推進にまつわり、全人民総力戦に奮起した人民を励ます、250編余りの作品を発表しました。朝鮮民主主義人民共和国政府代表団を率いてキューバ共和国を公式訪問したリヨンの外相は24日国家評議会庁舎で、キューバ共和国国家評議会議長のラウル・カストロ首相に会い懇談しました。リ外相は敬愛する最高指導者金正恩元帥がラウル・カストロ首相に送る温かい挨拶と肯定メッセージを伝えました。また金正恩元帥がフィデル・カストロ前議長の逝去1周年に際して送る見舞いの言葉を伝えました。首相はこれに深い謝意を表し、尊敬する金正恩元帥に心からの挨拶を伝えてくれることを託しました。席上、朝鮮とキューバ両国の間の伝統的な友好関係をさらに発展させることと、相互の関心事となる国際問題についての意見が交わされました。この日、李外相率いる朝鮮民主主義人民共和国政府代表団は、
キューバ共和国に対する公式訪問が終えて、刀を立ちました。代表団は滞在期間、刀の革命広場にあるホセ・マルティ石像に献花し、ホセ・マルティ記念堂、国家美術博物館などを見ました。25日、中朝キューバ共和国大使館で、フィデル・カストロ前議長の逝去1周年の追悼式が執り行われました。朝鮮労働党と共和国、人民軍の最高指導者、金正恩元帥から贈られた花束が、フィデル・カストロ前議長の写真の前に置かれていました。朝鮮キューバ連帯委員会委員長のキム・スンド教育委員会委員長をはじめ、関係者、対外経済省、対外文化連絡委員会、外交団事業総局の人と、ヘスス・デ・ロロス・アンヘレス・アイセス・トロンゴ特命全権大使など、キューバ共和国大使館員が追悼式に参列しました。朝鮮労働党中央委員会国際部、人民武力省、外務省、朝鮮キューバ連帯委員会名義の花籠が、フィデル・カストロ前議長の写真に掲げられました。発言した人たちは、敬愛する最高指導者、金正恩元帥が昨年、中朝キューバ大使館を弔問に訪れ、フィデル・カストロ前議長の逝去に深い哀悼の意を表し、キューバに高校上位代表団を送った。両国の先代の指導者がもたらした、祖先とキューバの間の兄弟の関係、友好のバトンは歳月が経ち、世代が変わっても永遠に変わらないだろうと述べました。参列者たちは、社会主義偉業の勝利の前進と、祖先とキューバの友好関係の発展に貢献した、フィデル・カストロ前議長の生涯を感慨深く思い起こしました。第10回アジア議会総会が21日から23日までトルコで行われました。朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議代表団団長である最高人民会議代議員の祖国統一研究院李善福委員長がアジアの平和と発展の保障というテーマで開かれた総会で発言しました。李団長はアジア大陸に対する列強の代わりのない支配の野望と侵略的な干渉のため、北東アジアと中東などの地域の平和と発展は依然として重大な挑戦に直面し、特にアメリカのトランプ政権発足以来、朝鮮半島で日増しに深まる緊張状態は世界の深い懸念を呼んでいる。共和国をターゲットにしたアメリカの核戦争の脅威は冷戦時代にも探し出せないほど危険千万なもので、対朝鮮制裁策動もまた極めて無謀で野蛮な段階に至っている。共和国が核を保有することによってアジア太平洋地域に対する支配権を確立しようとのアメリカの野望が粉砕され、朝鮮半島と地域の平和と安全が守られているのが現状だ。力の万能論、核兵器万能論が唱えているアメリカとはもっぱら核でもって力のバランスを保って立ち向かわなければならないというのが朝鮮人民皆の断固たる選択肢で揺るぎない意志である。そう述べ、外部勢力の干渉を退けて国の自主権を守るために戦っているイランとシリア、パレスチナなどのアジア諸国人民に積極的な支持と連帯を表しました。朝鮮民主主義人民共和国との連帯ブラジル委員会のホームページに、朝鮮民主主義人民共和国を偏見なしに覗いてみようと題した文が載りました。文は、最近の訪朝客が西側のマスコミの宣伝とは全く違う世界を目の当たりにして驚きと感嘆を表している。潔白な人格を身につけた朝鮮人民は助け導き合い、私たちという言葉とともに一つの大家族を成して偉大な指導者に導かれる世界で一番幸せな人民だと述べました。以上をもちまして、この時間のニュースを終わります。アナウンス担当はカンソニでした。こちらは朝鮮の声放送です。記念岩、記念岩は世界に名だたる朝鮮の名山クムガン山のトトクムガンエリアにある記念です。
記念岩は長い間の不具合を経て花崗岩が風化してできたものです。柱のような岩とその上に乗っかっている石がとても奇妙で、昔から鬼の顔のような岩、記念岩と呼ばれています。上に乗っかっている石が今にも転が落ちそうなので登山客の目を引きます。岩の隙間に根を下ろしてたくましく育っているツツジなどの植物が春ともなれば花を咲かせ、秋には紅葉して周りの景色を際立たせます。記念岩は目を極める美しいもので、学術研究の意味が大きく瀬戸訓岩の風致を引き立てています。記念岩は1969年、1980年1月、天然記念物に指定されました。クムガンさんの祈願、記念岩をご紹介しました。諸村の声放送へようこそ。気温がだんだん下がっていく今日この頃の近年ですが、皆さんの地方ではいかがお気持ちですか。先日は初雪が降りまして、本格的な冬の始まりを感じさせましたね。はい、さて、新潟県の石黒隆さんから12月19日付の地震報告が添えられたお便りが届きましたのでお読みしましょう。仕事休みにラジオを聞きながらレポートをいたします。新潟建築周波数はどれが良いのか聞き比べて、 9650kHz が平均して一番よく聞き取れていますが、更新が少しあって残念です。9月上旬頃からホームページが全く見れずに残念です。早く復旧してホームページが見れると良いです。悪辣な制裁のためホームページにアクセスできない状況の下でも、諸村を知りたく短波放送を熱心にお聞きになり、その詳細を知らせてくださった石黒隆さんにお礼を申し上げます。大阪府の山森健二さんは10月9日付の受信状態を知らせるお手紙に合格になりました。職場の状況が変化し忙しくなりました。先輩の仕事を全て覚えなければならず、少し受信時間が減っています。日本は10月22日が衆議院の選挙です。実際の日本はアジアで一番貧困な国です。軽自動車の車検を受けるお金もなく、検査切れのまま乗り回しています。走っている車のほとんどが軽自動車です。北海道の荒牧祐希さんは9月20日の放送を聴取するとき、ニュースの部分に雑音が入り混じってよく聞けなかったことと、後半の歌が少し聞き取れたとの内容の受信報告をお送りになりました。東京都の高橋陽介さんは10月10日の放送を聞きになり、受信報告とともに君が諸村労働党創立72周年のラジオを送ってくださり、10月11日付の受信報告には女性アナウンサーの発音やイントネーションが良いとお聞きになりました。長崎県の古川隼人さんからは3つ目のお手紙と数日続きの地震報告が届きました。愛知社の埼玉県の岡田信也さんは久しぶりに10月5日付の地震報告が添えられたお手紙をお寄せになりました。読んでみましょう。約2ヶ月ぶりにお便りします。ここ埼玉県は先ほどまで暑い感じでしたが、今は朝夕肌寒い風が吹いて秋の深まりを一層感じさせるこの頃です。共和国の農村でも稲刈りが始まったと聞きましたが、農村でも
稲刈りと脱穀で忙しい共和国の農村のことを伝えてほしいと思うところです。さて、この8月末またもや訪朝しました。今度は平壌と雲山、雲南山国際観光地帯をめぐり、朝鮮の名山雲南山とウルリムの滝、マシクミネスキー場地区とアンギョン郡ゾンサム共同農場など各地を見学し、東海岸の景勝地の美しい自然を満喫しました。また平壌では国立交響楽団の千軍令記念コンサートと琵琶座歌劇団の芸術家たちが披露する革命歌劇、革命の勝利が見えるを見て深い感銘を受けました。この度の訪朝を通じて、敵対勢力の前代未聞の孤立を引き継ぐ活動の中でも自分を選んだ道にとって力強く前進する朝鮮人民の姿をまたもや目撃することができました。雲南山巡りの際、目の前にある351高地についての解説も聞きました。いかたく大正科学を残し、南山東部の戦術的要衝である351高地を人民軍兵士たちがただの15分の間に占領したという解説を聞き、おのずと歌「その日の15分」の歌詞が思い出されました。それで今回はモランベン楽団が2014年に創作した曲、その日の15分をリクエストします。お望み音楽の時間に放送してくださればありがたく思います。気温が冷たくなっていく折、健康にはお気をつけください。アメリカとその追従勢力の悪辣な孤立を押しつぶし策動のため、朝鮮半島の情勢が厳しくなったこの8月に訪朝なさった岡田信也さんのお手紙にスタッフの皆は深く感動しました。1950年代の朝鮮人民の祖国解放戦争の時、戦術的要衝であった351高地を眺めながら苛烈を極めた攻撃戦争の内容が込められた歌、その日の15分の歌詞が思い出されたという話と、その歌のリクエストはスタッフを大いに力づけました。音信不通は無事息災と長い間ご無沙汰いたしました岡田信也さんから何ヶ月ぶりにお手紙が届いたのでスタッフも喜んでいます。岡田さん、どうもありがとうございます。敵対勢力の押しつぶし策動が続く中でも変わることなく朝鮮人民を信頼し、朝鮮のニュースを聞き続け、早速その内容を伝えて朝鮮人民との友情を深めておられるリスナーの皆さんに改めてお礼を申し上げます。ありがとうございます。もうリスナーの皆さん、次の時間にまたお会いしましょう。